テーナーは、イングランドの作曲家、オルガニスト、サウスワーク出身。セントポール大聖堂の聖火隊員を務め、1856年、16歳でタンベリーに新設されたセントマイケルズカレッジのオルガニストに任命される。1860年、オックスフォードのモードリンカレッジのオルガニストに就任するが、1872年、セントポール大聖堂に移籍した。 聖歌隊の訓練や、オルガン奏者としての基準の設定といった、聖公会のためのステーナーの活動は、今日にも影響を残している。教育界でも活躍し、1889年、オックスフォード大学音楽科教授に就任、聖を中世の音楽の先駆的な研究を指揮した。作曲家としては膨大な数の宗教曲を、玉石混行ながらも残しており、カンタータ、 卓球ザ・クルシフィクションやアーメンコーラスのほか、たくさんの賛美歌がある。卓球は評論会からのあざけりにもかかわらず、イギリスの多くの聖歌台のレパートリーに生き残り、青春館のジュナン・カンタータとして演奏されている。1871年、HR ・ブラムリー氏と共同で、新旧のクリスマス・キャロル集、クリスマス・キャロルズ・ニュー・アンド・オールドを編集、出版しており、 その中には、今日でも英語圏で、クリスマスに好んで歌われ、あるいは演奏される24の定番のキャロルが収録されている。ちなみに、小栗虫太郎の弦楽的起帳、国士館殺人事件の作中にステーナーの名が現れている。ありがとうございます。